うん、とってもカラフルだと思いませんか？これは青だけど、青の一言でまとめ上げるにはもったいないと思いませんか？その鮮やかさは見る人を釘付けにしてしまいますね。シャコガイです。色とりどり、いろんなカラーバリエーションがあります。今度カラフルシャコガイ特集やってみようかな。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今日も石垣島は絶好調のコンディションです。昨日に比べて少し風は出てきていますが、海はまだまだ穏やかです。小型ボートに乗って午前と午後の半日シュノーケリング楽しんできました。午前のツアーにご参加は5名様です。中学2年生のお姉ちゃんと小学4年生のお兄ちゃん、同じく小学2年生のお姉ちゃん、お父さんとお母さんです。少人数で行うツアーは通常は4名様まで、一家族の場合のみ6名様までです。5名様のご参加であれば、つまり満員、そして貸し切り、家族水入らせ楽しんできました。1年ぶりのご参加ということで、ブランク解消をテーマに1本目。こうやって見るとちびっ子3名上手に泳いでいますね。でもエントリー直後は去年お伝えした楽ちんシュノーケルのコツ、すっかり忘れていましたね。もちろんそれは想定範囲内、復習をしっかりすればすぐにスイスイ泳げるようになりました。さあ、子供チーム慣れてくると大人も活発になってきます。素潜りドボンを楽しむお父さん、そんな様子を見ると中学2年生のお姉ちゃんも素潜りにトライ始めました。しっかり潜って横移動できるようになっていましたね。それを見ると今度はこちら、お母さんも素潜りドボンです。大人も忘れてはならない海を楽しむ気持ち、しっかり石垣島の海を楽しんでいましたね。さらにはここではダブル素潜りでしたね。女性チーム2人海を潜って楽しんでいました。最初は去年の復習からスタート、そして慣れてくればさらにステップアップ。今年は素潜りで海を楽しむこともできるようになりましたね。枠を広げてシュノーケリング、また一つ幅が広がりました。これからも海シュノーケリング思いっきり楽しんでくださいね。そして午後は昨日に引き続き2日目のご参加となりました。好みは人それぞれありますが、 K さんは小さいお魚さん、そしてベラが大好き派です。水深が浅くなる干潮時間、浅場の上でじっと釣り手を眺めていらっしゃいます。カメラのモニターを眺めてはまた水底を見るをずっと繰り返しています。何を撮影しているのかなと思ってちょっと近寄って見てみましょう。はい、そこにいるのはタレクチベラの幼魚です。ブサカワイ系を中心に撮影されていました。さらに次に狙っているものはホンソメワケベラが4匹群れていました。水槽でホンソメワケベラを飼っているということで愛着を持って撮影激写していましたね。お魚さん大好き K さんでした。そして最後はスキンダイビングの練習です。つまり素潜りですね。昨日マーペイ登山で筋肉痛になったと言いながらもストイックに練習をされていましたね。明日もご予約をいただいております。いよいよご旅行最後のシュノーケリングですね。1週間連続で海、とってもタフなスケジューリングです。ラストスパートフィナーレも思いっきり楽しみましょう。よろしくお願いします。